にちは。はい、こんにちは。今週もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日の質問は、はい、不動産で直接契約するときはどうしているんですか。まあ、よく言われるジムティーとかっていうね、うん、直接契約するときは契約書とか、契約書、重要事項説明書とか、はい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 、あとは火災保険などはどうしてるのかなっていう。あ、なるほど。で、これはですね、うん、自分でやっぱりあの作りますね、書式を真似て。あ、契約書も、契約書を自分で作っちゃう。お、はい、うん、もう当然ワードで作っちゃいますよ。お、なんか別になんかちょっとテンプレートとかあるわけじゃないんですよね。いや、テンプレートあるんですよ。ネットで調べるとね、出てくるんですよ。おうおうおう、あとプラスアルファでやっぱり リフォームとかどうするかっていうのはプラスアルファで、うんうん、その規約をこう作りますよね、うん、でもう一つは、うん、あの火災保険は、うん、あの自分で入ってもらってますね。あ、自分で、自分で入ってもらってる。山口さんがなんか用意するとかじゃなくて。そう、うんうんうん、で自分で入ってもらってやってますね。うん、うん、そのコピーをもらってます。うん、でもそのテンプレートがあって、全部をそのテンプレート採用するの、これいるかないらないかなみたいな。まあ大体は採用、もうそのほとんどそのままって感じですかね。うん、でリフォームの時とか、うん、あとはなんだろう、退去の時の清掃費用とかそういうのは別途書きますね。こういうのってじゃあ直接契約するとかそういう段階になる人っていうのはある程度経験を積んでからとかそういう風になるわけですか。オーナーの方は、うんうんうん、あ、経験積んだ、積まないと分かんないよね、買ってもね、うん、そうそう、契約書だってね、うんうん、そう、これが正しいか正しくないかって分かんないと思うんで、うん、まあそんな感じだと思います。ある程度経験積んだ方がいいんじゃないかなってのは思いますね。うん、僕もね、うん、直契約したのは不動産投資やって10年ぐらい経ってからかな。ああ、10年ぐらい経ってから、うん、まあほらこういう時代になったからっていうのはありますけどね。そういうジモティとかそういうのが出てきたから、そう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 、それで直契約できるようになったっていうのは、うん、今の時代だからですけどね。では直接契約するときはもちろん自分で作るということで、そう、はい、で火災保険は自分で契約した方が安い、うん、ネットで。あ、ネットで、もちろんもちろん、うん、不動産業者とかだと2年で2万円ぐらいワンルームで取られちゃうんですけども、1年4000円ぐらいですよ。そんなに違うかね。2年で8000円ぐらい、だから半分以下になるんで、火災保険も自分がいつ、あ、そういう仲介料とかが入らないっていうことなのかしら。その通り、うん、はい、では前半はこのあたりで、うん、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。